きな。はい、着きました。これから外飯に行きます。弁当持ってきました。秋の外飯弁当ですね。行楽弁当とも言いますけども、これぞまさに行楽。オーマイガーズ、オーマイガーズ、ホーリーシーツ、ワオ。これね、海苔弁当なんですけども、魚フライじゃなくてささみフライを使っています。それとタコさんウインナーと卵焼きとちくわの磯辺焼きとタコが入ってます。さあ、ではいただきます。まずはささみから。うん、うまい。はい、たくさんあるんだ、うまい。卵焼き、朝から何にも食べないままジム行ったんですけど、食べないと疲れてないですね。
で、朝は何も食べずにジム行ったんですけども、全く力が出ないですね。で、わざと俺食べてるんですけど、お子さんいいな、うまい。高いですね。実は昨日病院に行きまして、おろしなんですけども、もう一番上に絆創膏貼ってるでしょ。これね、手術の跡が開いてきてるんですよ。んで、前月あたりから痛みが出てきて、医者にそれ言ったら、まずここからがんを摘出したから注意が必要ということで CT 検査とエコーかすることになりました。これでね、また再発したら再発とか3度目ですよ。嫌になるなぁ。もうね、来週早々に分かるんですけども、その味がね、知りたいな。心配だね。大腸がんと肝臓がんのがん患者で、もう手術できないっていう話なんですよね。股関節しか使えなくて、でも、毎日とは言わないけど、時たまバイクで街を走って、気晴らしします、LINE が来たんですけどね、
かわいそうでね、よく沈んで遊んでたから危険にと思います。そう、卵焼き絶品だこれ。味付けも焼き方も最高だ。オーマイガー、あー食えないじゃんかよ。ここではね、3秒ルールは通用しません。1秒でもダメですね。なぜなら君の散歩道だから。しかし寒いと思ったらすぐ暑くなって、暑いと思ったらまたすぐ寒くなるというこの季節の変わり目って嫌ですね。この筋の鈴弁償がほんまうまいですよ。景色もいいしね。今日なんか半袖でも十分暑いからですし、うわ、卵焼き食べたら中から卵の汁がいっぱいジューッと出てきましたよ。
これはうまい。卵焼きといえば、各家庭で味が違いますもんね。醤油を入れるところか、砂糖で甘く仕上げるところか、手締まりにするとかね。僕はまあ手締まりが好きなんですけども。そういえば今日ね、弁当動画じゃなくて、にじ飯にしようと思ったんですよ。にじ飯。前回は一応缶詰ですね。一応上手。で、ニューオールレーションっていうのがあるんですけども、これもにじのものなんですけどもね、さすがに缶詰に比べるとビニールパッケージなんで、ちょっと危険かなということで、今回は身を振りました。またお料理やっていきたいと思いますけども、本当に気持ちいいな。食べて、うまい。ああ、何でこれしますよ。これね、玉掛け弁当をしてて、フレーバー600円ぐらいどうかな。どうです、奥さん、買いませんか。じゃあ、もうじくじゃないでしょ、これで。例のあれが過ぎますか。ゴーフォーブラック。ちょっとね、話そうと思ってたんですけど、すぐそこに人がいるんですよ。何人か。農家の人だと思うんですけど、あまりにもね、こんな学校で飯食ってたら、本当、何やってんのと思われるから、ちょっと声を潜めて喋りました。申し訳ございません。次回は大声を出せる場所で食べたいと思います。それでは、バイチャー。